かし、眠ったときとか、薬の効能が消えてしまったときとかには、私はいきなり何の手数もかけずに、なぜなら変身の苦痛は日ごとに少なくなってきていたので、恐怖の幻影に満ちた空想と理由のない憎悪で、湧き立つ心と荒れ狂う生命力等を入れるにしてはそう強くもなさそうな体との持ち主になってしまうのであった。ハイドのいろいろの能力はジーキルが衰弱するのと並行してますます強くなってくるように思われた。そして確かに今やこの二人を仲違いさせている憎悪は両方とも同じように強いものであった。ジーキルの場合には、それは生命の本能から来るものだった。彼は今では意識現象のある部分を自分と共有していて、自分と死を共にしなければならないその人間が完全に不具であることを悟っていた。そしてこの共同所有という絆は、それだけでも彼の悩みの最も深刻なものであったが、その他に彼はハイドを生命力は強いにしてもどこか地獄の鬼のようなところばかりではなく、なんとなく無機物らしいところのあるものと考えた。その地獄の粘土が叫んだり声を立てたりするように思われること、その定まった形のない土くれが身振りをしたり罪を犯したりすること、死んだ無形のものが生命の働きを奪うということ、これはいかにも恐ろしいことであった。またその反逆的な恐ろしいものが妻よりも身近に、目よりもぴったりと彼に結びつけられて、彼の肉体の中に閉じ込められ、その中でそれがつぶやくのが聞こえ、生まれ出ようともがいているのが感じられ、いつでも弱っている時や安心して眠っている時には彼に打ち勝って彼の生命を奪ってしまうということも恐ろしいことであった。ハイドのジーキルに対する憎悪はそれとは違った種類のものであった。彼の公衆大への恐怖はいつも彼を駆り立てて、一時的に自殺させ、一個の人間ではなくてジーキルの一部であるという従属的地位に帰らせた。しかし、彼はそんなことをしなければならぬのを嫌い、ジーキルが近頃元気がなくなっているのを嫌い、自分自身が嫌われているのを怒った。そのために彼はよく私に猿のようないたずらをし、私の書物のページに私自身の首席で独身の文句を殴り書きしたり、手紙を焼き捨てたり、私の父の肖像画を破ったりした。そして実際彼が死を恐れなかったなら、彼は私を巻き添えにして死滅させるために特に自殺をしていたであろう。しかし彼の性に対する愛情は驚くほどのものであった。私はもう一歩進んでいよう。彼のことを思っただけでも胸が悪くなり、ゾッとする私でも、この卑劣で熱烈な愛着を思い出すとき、また自殺によって彼を切り離すことのできる私の力をどんなに彼が恐れているかを知るとき、彼を憐れむ気持ちが私の心の内に起こるのであった。この上長くこの記述を続けることは無駄であるし、またその時間も全くない。ただ、これほどの苦しみを受けた者は、まだこれまでに誰一人もないというだけにしておこう。それでもこういう苦しみにさえ習慣が、決してそれを軽くしたわけではないが、一種の心の無感覚、
一種の絶望的な諦めを持ってきた。そしてこの懲罰は今私に降りかかっている最後の災難がなかったならば、まだまだ何年も続いたことであろう。ところがその災難は私自身の顔や性質を私から永久に切り離してしまったのである。私の冤罪の蓄えは、初めの実験以来一度も新しく買い入れたことがなかったが、それがだんだん少なくなってきた。私は新しいのを取り寄せ、薬を調合した。すると沸騰が起こって、第1回の変色はあったが、2回目の変色が起こらなかった。私はそれを飲んだが、それは効き目がなかった。私がどんなにロンドン中を探し回らせたか、君はプールから聞けばわかるであろう。それも無駄であった。それで私は自分の最初に手に入れたのが不純であって、あの薬に貢献を与えたのはその未知の不純性であったのだと今では確信している。それからざっと1週間経った。そして私は今、あの前の三役の最後の文の効力によってこの陳述書を書き終わろうとしているのである。だからヘンリー・ジーキルが自分自身の考え、自分自身の顔、今はなんとひどく変わったことであろう、を鏡の中に見ることができるのは、奇跡でも起こらない限り、これが最後である。それに、この手記を書き終えるのに、あまり長く手間取ってはならないのだ。なぜなら、この手記がこれまで破られなかったとすれば、それは非常な用心と非常な幸運とが結合したためであった。これを書いている最中に変身の苦しみが私を襲うようなことがあれば、ハイドはこれをズタズタに引き裂いてしまうだろう。しかし、もし私がこれを片付けてしまってから、いくらか時間が経っていたなら、彼の驚くべき利己主義と刹那主義とは多分、その猿のような悪意のいたずらから、今一度これを救うであろう。それに実際、我々二人に迫っている最後の運命は、とっくに彼を変え、彼を押し潰してしまった。今から半時間も経てば、私は再び、そして永久に、あの憎み、嫌われる人間に変わっているであろうが、その時には、私が椅子に腰掛けてどんなに震えて泣いているか、またはどんなに耳を澄まして極度に張り詰めた恐怖のために無我夢中になってこの部屋、この世での私の最後の避難所をあちこちと歩きながら自分を脅かすすべての物音に聞き耳を立てているということを私は知っているのだ。ハイドは処刑台上に死ぬだろうか、それとも最後の瞬間になって逃れるだけの勇気があるだろうか、それは神様だけがご存知である。私はどちらでも構わない。これが私の臨終の時なのだ。そしてこれからが先に起こることは私以外のものに関することなのだ。だからここで私がペンを置いてこの告白を封刊しようとするとき、私はあの不幸なヘンリー・ジーキルの生涯を終わらせるのである。